ここまでは。今日も50秒スピランに挑戦していくよ。なんか、すげえコース名がシンプルだな。スピラン50になってるわね。コース全体もシンプルっぽいから、サクッとクリアできるかな。安心させておいて、実はめちゃくちゃ難しかったり。ちょっと怖いこと言うなし。高度なテクニックが必要なのか楽しみだな。さて、今回の死に様は？簡単に言うと前回と一緒やな。で、今日は特に雑になってるぞ。まずはスピンジャンプか。うわ、このドブロックに乗るのか。ジャンプの高さ調整が必要ね。完璧な高さでしょ。そして上に上がっていくのか。よしよし、順調。あ、キノコも取れるのね。これで怖いもんなしだね。で、この隙間に入れないじゃねえかー。はぁ、あ。これはダメージ食らうしかないな。で、なんかそのまま落ちてってるけど。この玉ですよ。あのキノコは避けなきゃいけないのね。これでオッケーだね。さあ、この逆走コンベアを頑張って進んで。なんかこれいい方法はないのか。高さ一マスだからスピンジャンプはダメだね。こんな感じでいいのかな。下のトゲがすごく怖いわね。あ、ちょっとその先のドア。もしかしてワンフレームジャンプってやつ。これでドヤさ。で、ドアの後ろに蓋が隠れてたのかよ。まさかの展開。そしてこれはおっと、土管があったのか。死んだかと思った。さあ、またすぐ壁キックか。ちょっと今のはダメでしょ。いや、何がダメなんだよ。なんでストンと落ちたんだ。さて、このコースのおさらいだよ。おお、おさらい早めじゃないか。今回もタイムを気にしてやっていくよ。まずは逆走コンベア、乗る前にギリギリしゃがみジャンププルをすると、滞空時間分距離が稼げるね。へぇ、そんなこともできるのね。でも大事な要素だな。ここは特にないけど、壁キック後にスピードが止まっちゃうのがちょっとね。もう一回土管の上の方を蹴ったらどうだ。多分壁に引っかかっちゃうんじゃないかな。ここもなるべく無駄な滞空時間を抑えて。さあ、戻ってきたわね。今度はトゲでザクらないように。もう完全にザクルで定着してるのな。なんか気に入っちゃって。さりげにクリボータワーだったわね。ああいう隙間系は散々やってきたから得意だよ。さあ、ここで壁キックスピン。今何やったの。これもタイムを縮めるのに重要なテクニックだよ。スタートやドア、土管から出たすぐで横パインがない時に使えるんだ。そうこう言ってるうちに結構進んでるんだが。はい、サクッとゴムだー。ごめんごめん、説明してたらいつの間にかゴールしてたわ。ま、あの動きの説明は欲しかったからな。タイムアタックも奥が深いわね。いやー、最後の方が初見だったからグダっちゃったけど、途中までは割といいペースだったかな。まあそうね、ああいうやり方もあるって知らなかったからちょっと勉強になったわ。慣れるまでが難しそうだがな。意外と簡単にできるよ。次に僕が作る新しいコースは、こういったテクニックを使わないと間に合わないようなスリルのあるスピランを作りたいなぁ。ほら、Pスイッチのタイミングがギリギリのコースとかさ。さすがポコニャン、いやらしさが最上級の心の持ち主で。いやぁ、それほどでも。全然褒めてはないけど。さて、コース制作者のケイスケさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。